シャリが出てこなくなったらどう耐えちゃうかで、これはものすごく衝撃を受けることになります。あのタイヤがあるからみんなドーンドーンドーン来たなとかって思うけれども、あれタイヤだからいいんだよ、トータルで耐えちゃうもうガッツーってきちゃうからね。だからそういうこともあります。それからオーバーランつってあのブレーキが効かなくてそのまま滑走路の外まで行ってしまうなんていうことがあります。で、よく空港ってさ海を埋め立てて作ってる場合が多いけど、オーバーランし